あでやかに髷を結い上げた女性たちが街を練り歩きながら踊りを披露します。静岡県島田市の島田髷祭りです。静岡県島田市、お茶やバラの名産地として知られています。市内にはこの地の生まれとされる遊女虎御前の墓があります。島田髷は虎御前が考案したと言われています。江戸時代には女性の間で広く言われた髪型です。島田髷祭りは虎御前への供養と日本髪の結い上げ文化への感謝の心から昭和8年に始まりました。この日は毎年祭りを前に開かれる結い上げ勉強会です。一口に島田髷といってもその種類は実に様々。江戸時代には髪型でその女性の年齢や身分が分かったほどでした。島田髷祭り自体は昭和8年から始められたんですけどね、しばらくこういろんなことで中断していたのを昭和39年くらいに組織を作りまして、40年からお祭りを再開するっていうんで保存会が出来上がりました。なぜかね、不思議なんですけどね、日本人のお嬢さんは年代がいくつもあるんですよ。うんと若い小さい方からそれなりのミセスの方までね、意外と日本髪って似合うんですよ。きっとその方に似合う日本髪がある。そういった意味で、まさに日本人にこう、ね、というものを根ざしたヘアスタイル、髪型だと思いますね。祭り本番前夜、市内の体育館では明日に備えて最後の踊りの練習が行われていました。祭りに参加する髷娘たちのほとんどが集まっています。初めてお家で練習してきたから大丈夫。本髪を言ってみんな本物の地毛で本髪を言って踊れるというところに惹かれました。頑張ります。いよいよ明日練習の成果が発揮されます。祭り当日、市内のどの美容室でも朝から髷娘たちの髪を結い上げるのに大忙しです。髷娘の姿になるのには2時間以上かかります。しかし髷娘たちにとって時間をたっぷりかけて美しく変身することもこの祭りに参加する醍醐味の一つなのです。自分普段こんな綺麗な髪型に仕上がることないので、なんかどんどんやっぱテンションが上がっていって、私は今回初めての参加になるんですけども、練習の時から少し不安な気持ちでいっぱいだったんですが、今このようにしっかりと加工も準備パターンになって早く出番が待ち遠しいなという気持ちと、とても楽しみな気持ちがどんどん高まっています。正午、いよいよ髷娘たちが市内を練り歩く髷道中の始まりです。小さな女の子から大人の女性までおよそ70人の髷娘が参加し、市内を練り歩きながら6か所で踊りを奉納します。髷娘たちは揃いの浴衣を着ていますが、この浴衣には髷の種類が書かれています。
島田市商工会のゆるキャラ、おしまちゃんも浴衣を着て参加しました。また帯に刺されたうちわには髷の種類が記されており、誰がどんな髪型か一目で分かります。曲げ娘たちは次の会場、帯通り南側広場へと移動します。会場にはすでに多くの来場者が待ち構えていました。ところから来させてもらったんですよ。まあ、この技術がね、ずっと引き継ぎられていけばいいですね。そうですね、その地元にいてなかなか島田のことをあんまり知らなかったので、やっぱこういう機会に触れることでまた地元のことをよく知れるようになるんで。続いて曲げ道中は大井神社を訪れます。そこで道中の無事を祈願するお祓いを受けます。曲げ娘たちの姿をカメラに収めようと多くの人たちが参道に詰めかけました。神社に続いて島田市民病院前で踊りを披露した曲げ娘たちは宇田地へと向かいます。虎御前が祀られているこの地でこの日最後の踊りが奉納されます。曲げ娘全員が寺の本堂に集い、虎御前と日本神の結い上げ文化への感謝供養が行われ、祭りは終わりを迎えます。もうまた機会があればぜひ来年も参加したいと思います。踊ったりしてなんかこうやったりするとき楽しかったです。本当にいろいろな方に支えられて、美容院さんはもちろん着付けをしていただいた方、あとは最初から最後まで見ていてくださった方、本当にたくさんの方に支えられてこの1日過ごすことができて、本当に貴重な経験ができたなと改めて感謝の気持ちでいっぱいです。島田曲げ祭りは地域に伝承されている歴史技術をイベントに生かしていることが評価され、第18回ふるさとイベント大賞の優秀賞を受賞しました。ありがとうございます。
私たちの仲間の中に日本髪を結う技術、お化粧をする技術、お着物をきれいに着せつける技術も残ってきますので、こういったものでまた世間のお客様も含めてですね、曲げ娘さんのように日本文化を楽しんでいただける機会を与えられたらいいなと思ってます。虎御前ゆかりの地、静岡県島田市。年に一度、子供から大人まで日本髪の女性たちが街を華やかに彩ります。